こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人のスニーカーコーデ完全解説というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなと思ってます。この一本に関してはかなりですね重要度が高いので、ぜひ皆さんに最後まで見ていただきたいなと思うんですが、僕のチャンネルでは結構コーディネートについてお伝えすることが少なくないんですけども、意外とその中でも質問が多いのは、この着こなしにはどんな靴が合いますかというものなんですね。まあ確かに足元のコーディネートってすごく重要で、同じ着こなしでもスニーカーとか足元が変わるだけで全然イメージが変わるんですね。よくおしゃれは足元からという言葉がある通り、スニーカー選びだとかどういったコーディネートをすればいいのかというところはすごく重要なんですね。ですので今回は僕の私物のスニーカー4パターン持ってきたんですね。それぞれ個性が異なるものを持ってきて、あとは着こなしに応じてどういったものがベストなのか、それだけではなくてこれもまあ合わないことはないよとか、これはちょっと NG だよねというところまでしっかりと解説をしたいなと思ってますので、今回の動画さえ見ていただければ、大人の男性はどのように着こなしの中にですねスニーカーを合わせればいいのか、ここがしっかりわかりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。ちなみにですね、本編に入る前に僕のスニーカー4つ持ってきたので、それを簡単に解説したいなと思ってるんですね。まず一番最初これですね。もう皆さんもご存知の通り白レザースニーカーです。最も基本的なスニーカーと呼んでいいかなと思うんですが、まあいわゆるアディダスのスタンスミスとか、あとはちょっと可愛いだとジャーマントレーナーとか、まあそういったものがですね入ってくるかなと思うんですが、こういった白系のレザースニーカー、ちょっとスタンスミスは最近レザーではなくなってしまったんですが、こういった白スニーカーをまずは用意をしています。そして続いて2点目に用意しているのはこちら、ブラックレザースニーカーですね。まあスニーカーの中でもこういったディティールはですね、かなりシンプルなもの、白レザーとブラックレザー2個持っておくとすごく便利かなと思うんですね。まあ白レザースニーカーに比べるとスッキリとしていて、ちょっとビジネスライクな印象もあるかなと思います。この一足だと結構ローファーにつくぐらい綺麗めに使えるので、意外と使い勝手がいいのがこちらのブラック系のレザースニーカーです。GU だとか、今僕が持ってるのはナノユニバースのオリジナルですが、このあたりのセレクトショップのオリジナルなんかが使いやすいかなと思っています。そして少しスポーティーなものだと、最近トレンドになってるのはこちらですね。ニューバランスのスニーカーですね。まあ色は様々なバリエーションがありますが、今回お持ちしたのは一番定番的なミディアムグレーぐらいの一足ですね。まあ代表的なところで言うとニューバランス996とかがですね、まあ買いやすくてなおかつオーソドックスかなと思うんですが、こういったグレー系のスニーカー、少しですね、ダサかっこよさというような立ち位置のアイテムなんですが、こういったものもですね、使えるとすごく便利なので、こちらも今回の中に入れています。そしてもう一つは、もうちょっとですね、シャープなデザインのエアマックス系ですね。ナイキの中でもちょっとこう、近未来的なハイテクスニーカーという形で、こういったエアマックス97を持ってきています。まあこういった形で4パターンスニーカーを用意しているので、まあそれぞれどんな着こなしが合うのかっていうところ、全身でお見せしますので、ぜひ皆さんのですね、今後のコーディネートの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからは実際にですね、着替えた状態で様々な靴を合わせながら、どれがベストマッチなのか、これはちょっと合わないのかというところを具体的に皆さんにお見せしていきたいなと思っています。まず一つ目のコーディネートなんですが、セットアップですね。ネイビーのセットアップというところで、まあカジュアルウェアの中では一番綺麗めな方向、ここから見ていきたいなと思うんですね。まあこの着こなしにはどのスニーカーが合うのかというところ、皆さんにですね、予想していただきたいなと思ってるんですが、まずオーソドックスなやつから行きましょう。白のレザースニーカーですね。これが今回ご紹介する中で最もですね、オーソドックス、定番的なものなので、こっちから履いてみたいなと思うんですが、これはですね、皆さんもお察しの通り、もうね、間違いなく合ってくるかなと思うんですね。もう鉄板がこれです。一番ネイビーのセットアップに合うのは、この白レザースニーカーというところで、どうでしょうか？見ていただくと、ネイビーとかブラック系のパンツに対して、白系のスニーカーっていうところで、ちょっとですね、着こなしの中でアクセントというか差し色になるので、これはこれでバランスが間違いがないかなと思うんですね。まあ、特に今僕はですね、こういった白系の T シャツを着てるので、
そういったものとリンクをするので、なおさらバランスがいいかなと思います。まあ、ビジネスカジュアルだとちょっとカジュアルかなと思うんですね。ちょっとプリントが入ってるので。これが白無地の T シャツだとか、白の薄手のセーターだとか、そういったものだったら、白レザースニーカーを合わせれば、ギリギリビジネスでも使えるかなという感じですね。一番バランスがいいなと思うのがこの組み合わせなので、綺麗めな着こなしに対して白レザースニーカー、間違いなく合うので、ここは皆さんも覚えておいていただきたいなと思います。はい、続いてですね、ブラックレザースニーカー行きましょうか。これを合わせるとどうなるのかというと、もちろん合わなくないです。合わなくないです。はい。履いてみるとこんな感じですね。まあ、いわゆるですね、ボトムスと靴の色を合わせると足中効果があるというですね、一つの見せ方の工夫があるんですが、ちょうど足と靴が一体化するんですよ。なので遠目で見た時に足の範囲がここまでではなくてここまでに見えるんですね。今僕の履いてるスニーカーはこの部分、ソールは白なので、このブラックの部分までが一体化して足に見えますよっていうところで足長効果はよりですね、発揮されやすいかなと思います。ただ白ソックス履いてるのでここがちょっとですね、分断されてしまうので、できれば足長効果を出したいのであれば、ブラックとかネイビーの靴下にしてしまえば、より足長効果は出せるかなと思います。まあ、こんな形のスタイリングも悪くはないです。よりですね、ビジネスライクな感じになりまして、例えばセットアップの内側に、グレーだとかブラックのセーターを着て、もうモノトーンなんかで合わせてしまえば、意外とビジネスでもいけるかなと思うんですね。白レザースニーカーでセットアップだと、ちょっとビジネスシーンではカジュアルかなという時にも、こういったブラック系のレザースニーカーにすることで、ビジカジまで対応はできるんですが、ただカジュアルなウェアに関しては、ちょっと僕は重たいんじゃないかなと思うんですね。ですので、白レザースニーカーぐらいで少しですね、明るさを出してあげるだとか、カジュアルさを出してあげた方が、カジュアルシーンには相性がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、僕の中では一番は白レザースニーカーで、まあ、このブラックレザースニーカーも、まあ、NG じゃないけども、ビジネスのウェアとしてはですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってますね。はい、続いてですね、今度はニューバランスのスニーカーを合わせてみましょうか。ここからはちょっと難しくなってくるかなと思うんですね。ただ、結構セットアップにニューバランスっていう組み合わせって、やる方はやるんですよ。王道的といえば王道的なんですね。ただ、このボトムスの裾幅、ここの幅ですね。ここがすごく重要で、僕が今着ているセットアップはタリアトーレというイタリアのブランドで結構細身なんですね。なので、そういった正統派なセットアップに対してのニューバランスのスニーカーっていうのは、僕はちょっとですね、相性としてはそこまで良くないかなと思うんですね。まあ、最近では話はちょっと脱線するんですけど、ニューバランスって結構ジャケットとかパンツも作ってるんですね。アパレルウェアもやってるんですが、そういったものも見てみると、意外とですね、ボトムスのシルエット、太めだとか、裾幅がですね、大きいものが多かったりするんですね。そういったものの方が、こういった、ちょっと高が高いじゃないですか。先ほどまでのレザースニーカーよりも、ちゃんと高が高いので、この裾幅の部分で引っかかりが出てしまうんですね。ですので、ちょっとワイドっぽさ、少しワイド感のあるようなパンツの方が、ニューバランスのスニーカーは合わせやすいかなと思います。なので、セットアップでも少し緩めのサイジングのものであれば、ニューバランスは合うかなと思うんですが、ビジネスライクな細身のセットアップには、そこまで合わないよというところは、ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいなと思ってます。はい。その流れで、エアマックスもちょっと履いてみたいなと思うんですが、同じですね。なかなかこれもですね、スポーティーな印象があるものなので、このセットアップ自体がかなり綺麗めなところに、正反対のカジュアルさを持ってくると、ちょっとそこだけ浮いてしまうかなっていうのがあるんですね。ただまあ、エアマックス97って、割とこう、ブラックとホワイトのシンプルなデザインなので、そこまでですね、悪目立ちはしないかなと思うんですが、うん。まあ、そんなに悪くはないですね。パッと見そんなに悪くないので、なんかちょっと外し程度に使ってみるのはいいんじゃないかなとは思うんですが、やや難易度は上がってくるってとこですね。まあ、このスニーカーに関してはもう裾幅がもうちょっと広いようなセットアップに合わせた方がいいと思うし、あとはこういったスニーカー自体がブラックなので、僕はブラックのセットアップで少し緩めのサイジングのもの、そういったものにこういったちょっとこうハイテク系のスニーカー合わせるのは全然いいかなと思うんですが、綺麗めっぽいようなセットアップには、やっぱりこれですね。白レザースニーカーがベストっていうところで、この中で綺麗めにしたかったらオールスタークップみたいなものを履いてもらえばいいですし、少し変化球をつけたかったらジャーマントレーナーですね。このあたりは白レザースニーカーの中でも少しパンチの効いたデザインなので、退屈な感じには見えないかなと思うので、そういった形で調整をしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて2つ目の着こなしにですね、スニーカーを合わせてみたいなと思うんですが、先ほどはネイビーのセットアップということで、かなり綺麗めな方向でしたが、今度はですね、シャツ1枚のスタイリングということで、まあ、ストライプ系の少しですね、ゆったりめのサイズングかなとは思うんですが、少しカジュアルさを足してあげたところで、まあ、カジュアルすぎず綺麗めすぎないというところのバランスのコーディネートを組んでみました。で、ボトムスに関しては僕がよく動画の中で出しているブラック系のものを持ってきてるんですが、このブラック系のスラックスの中でも結構ですね、シルエットによって全然どのスニーカーが合うのか変わってくるんですね。先ほどのセットアップは結構テーパードシルエットで綺麗めの割とジャストサイズのものだったんですが、今度はですね、ユニクロ U のレギュラーフィットテーパードといって少し裾幅も大きいものを持ってきたんですね。こういったボトムスだとまた似合う靴が変わってくるので、ちょっといろいろ履いてみたいなと思うんですが、まずはですね、一番合うものから見ていきたいなと思うんですが、まあ、このような少しだけゆとりのあるボトムスに関しては、もうニューバランスのスニーカーがめちゃくちゃ相性がいいんですね。先ほどちょっと触れましたが、ニューバランスのアパレルウェアの中でも、やっぱりボトムス少しゆとりのあるものが多くて、このようなものがニューバランスとしても似合いやすいという認識があると思うんですね。この裾幅が広いことで引っかかりが出ないんですよ。ちゃんとこの甲の部分も、ボトムスの内側にスポンと入ってくれるので、このような形のボトムスが一番ニューバランスは相性がいいと思います。デニムとかにもニューバランス相性悪くはないんですが、ボトムスがカジュアルなデニムで、なおかつニューバランスもカジュアルというところだと、全身がかなりカジュアル方向に触れてしまうので、個人的にはこういったブラック系のスラックス、まあダークグレーとかのスラックスとかでもいいんですが、そういったものとニューバランスのスニーカーで、まあ綺麗めな部分とカジュアルな部分をミックスさせるのが相性がいいかなというふうに思ってます。これはね、もう間違いのない選択肢ですね。まあ、全身を見ていただきたいなと思うんですが、シャツというアイテムもどちらかというと綺麗め寄りのアイテムです。その中でもバンドカラーというカジュアル感だとか、ストライプ柄というカジュアル感はあるんですが、やはりシャツというものは綺麗め寄りで、しかもボトムスもこういったブラックのスラックスということで、少しゆとりがあるんですが、それでも綺麗め寄りです。まあ、そういった着こなし全体が少し綺麗め寄りな時に、足元はちょっとこういったカジュアルなものをあえて合わせてみる。これがバランスがいいんですね。全身が綺麗めな方向によってしまうと、どういう印象を与えるのかというと、硬い。そしてちょっとこうビジネスライクな雰囲気になってしまうんですね。一方で全身のアイテムがカジュアルすぎると、僕ら世代にはちょっとこうカジュアルすぎて雰囲気に合わないなっていう感じに見えてしまうんですね。まあいわゆる子供っぽく見えるという形なので、全身の中でカジュアルと綺麗めをですね、うまくバランスを取るということが重要なので、やや綺麗め、やや綺麗め、カジュアルという形で今回の着こなしはコーディネートをしています。まあですのでこういったスニーカーは間違いなく合ってくるんですが、じゃあ他のもの言ってみましょうか。例えばですね、わかりやすいところで言うと、このブラックのレザースニーカーですね。これを履いてみると分かりやすいんですが、先ほどのニューバランスに比べるとかなりこれは綺麗め寄りなんですね。もうスニーカーの中では一番綺麗めなので、こういった形になると、やや綺麗め、やや綺麗め、やや綺麗めというところで、ちょっと綺麗すぎるかなというところで個人的には感じてしまうんですね。なので、ちょっとこのブラックレザースニーカーは、この中では一番合わない NG アイテムになってしまうかなと思うんですね。はい。続いてじゃあですね、どの靴を履こうかというと、じゃあ白のレザースニーカーだとどうでしょうかっていうところで、まあ個性的にはこの中では、まあ中間的というか、ブラックレザースニーカーの次に綺麗感があるのがこのホワイトレザースニーカーなんですが、まあこれはですね、やっぱり相性としてはまあそこそこいいんですね。まあ決してですね、めちゃくちゃいいっていうわけではないんですが、かといって NG では全然なくて、こういうスタイリングも僕はありなんじゃないかなと思いますね。白レザースニーカーのいいところって、もう今回の中でも全部に共通するんですが、どのようなスタイリングでも、ある一定の点数以上を叩き出してくれるってところで、まあ、100点にはならないけど、70点以上はいくよねってところが白レザースニーカーなので、一足持つのであれば、これがベースになりやすいかなとは思うんですね。まあこのような形で全然問題なくハマってくるので、まあ手持ちのものが白レザースニーカーですよっていう方は、もちろんこういった、まあ中間的な、カジュアルでも綺麗めでもないようなスタイルには相性がいいんじゃないかなと思いますね。はい、続いてですね、じゃあエアマックス97のような、ちょっとこう先進的なデザインというか、ナイキらしいデザインだとどうなのかっていうところで履いてみたいと思います。
まあ、ニューバランスに比べるとモノトーンなので、ちょっとこう、存在感としてはそんなに強くないんですよ。ですが、まあ、このような形で合わせてもらっても、やっぱりこのようなちょっと太めのボトムスと、このようなエアマックスっていうのも結構やっぱ相性はいいと思うんですね。まあ、足長効果も得られて、なおかつ、ちょっとした面白さっていうところも出せるので、これも個人的にはバランスがいいかなと思うので、まあ、順位をつけるのだったら、ニューバランスが1番。2番は、エアマックス97。3番白レザースニーカー、ブラックのレザースニーカーは4番手という感じじゃないでしょうか。まあ、こんな形でちょっと皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてはですね、夏場の一番カジュアルな着こなしとして、T シャツ1枚のスタイルに着替えてみました。ユニクロ U のオーバーサイズの T シャツですね。まあ、今回パープルのものを着てますが、まあ、その他の例えばネイビーだとか白とかでもいいかなと思うんですが、カジュアルなスタイルにはどのようなスニーカーが合うのかってところを見ていきたいなと思ってます。まあ、夏場ってこういった着こなしが多いんですが、割とですね、夏って着るものが少ないんですよね。1枚1枚終了っていう感じなので、重ね着ができない時には、ついついですね、着こなしが退屈に見えがちなんですね。そこをどうするのかっていうところが非常に大切になってくるんですが、まずはどれから合わせてみましょうかね。この中では僕はですね、ニューバランスだとか、こういったエアマックスだとか、ちょっとですね、デコラティブなスニーカーの方が相性がいいんじゃないのかなと思ってるんですね。まあ、せっかくなんでちょっとエアマックス97から履いてみたいなと思うんですが、これなぜかというと、まあ、先ほどの話とちょっとだけ矛盾する点もあるんですが、着こなし自体がですね、結構シンプルなので、靴までシンプルにしてしまうと、やや退屈っていうところがあるんですね。ですので、こういった少し厚みがあって、スニーカーにもアクセントがあるようなものを使っていただくと、ちょっと着こなしのアクセント的な要素があって、退屈にならないんですね。ですので、こういった T シャツにブラック系のイージースラックスみたいなものですね。こういったものに対して、あえてこういった少しぽってりめのスニーカーを合わせるというのは、バランスがいいんじゃないかなと思いますね。特に Air Max 97っていうのはデザイン的には少しですね、近未来的ではあるんですが、カラーがブラックとホワイトのモノトーンになっているので、そこまでですね、カビになりすぎないんですね。ですので大人のシンプルなスタイルにもすごく相性がいいかなと思うので、こういった着こなしは、まあ相性抜群かなというふうに思ってます。一方でニューバランスはどうでしょうか？ちょっと合わせてみますね。はい。こういった着こなしに対してのニューバランスも個人的には好きで、多分僕が一番やるのはこのスタイリングかなと思いますね。なんかスニーカーの中にも旬なものっていうのがあるんですよ。これもちょっとお話したかったんですけども、白レザースニーカー、ブラックレザースニーカーっていうのはもう流行とかっていうものを超えて、もうスタンダードな存在なんですね。ですので旬な雰囲気っていうのはそんなに漂わないものなんですよ。一方でナイキのスニーカーとか、アディダスのスニーカーとか、あとはニューバランスのスニーカーみたいなところで、こういったものっていうのは今の時代にはどれが旬なのかっていうところが結構入れ替わるんですね。で、ここ数年はニューバランスがちょっと旬な立ち位置になっているので、ちょっとね、着こなしの中にトレンド感を入れたいなっていう時にはニューバランスを入れてあげるのが僕はバランスがいいかなと思ってるんですね。で、ボトムスをこういったブラック系にする。ここが重要で、T シャツを着てる時に、このボトムスが短パンだとか、あとは薄いですね、色落ちしたデニムだと、なかなかですね、全身がカジュアルになってしまうんですね。そうなると靴選びが結構難しかったりするので、まあ、このようなカジュアルなスタイリングだったら、ボトムスはブラックで少し綺麗めに振ってあげると、意外とこのようなカジュアルなスニーカーも合いやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思いますね。まあ、結構このスタイリング個人的には好きです。ニューバランスのスニーカーとこういった T シャツのスタイルもボトムスをブラックにしてあげれば相性がいいので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思いますね。はい、続いてですね、白レザースニーカーはどうなのかっていうところで履いてみたいと思います。まあこれはね、先ほども触れましたが、まあいわゆるザ定番的なスタイルになって、合わないことは絶対ないですよ。どのスタイルでも白レザースニーカーはそれなりに合ってしまうのが良くも悪くも最大の特徴なんですね。どうでしょうか？これはこれで清潔感があってバランスいいですね。決して負荷ではなくて、かえってバランスがいいぐらいかなと思うので、こういったスタイリングもぜひやってもらいたいなと思いますね。はい、いいと思います。そしてブラックレザースニーカーですね。まあ理屈で言うと、全身がまあ T シャツを着ることで少しカジュアルに触れてるので、ブラックレザースニーカーも悪くなさそうなんですが、まあなんだろうな、決してこう、めちゃくちゃいいかっていうと、無難っちゃ無難ですね。
普通になってしまうんですよね。どうしてもちょっと綺麗めすぎてしまって退屈かなというところはあるんですが、一方でこのブラック系のレザースニーカーっていうのは汚れが目立たないだとか、大人っぽいスタイルに合いやすいとかっていうところで、先ほどのセットアップのスタイルだとか、もうちょっとビジネスカジュアルっぽい着こなしに合ってくるので、そういった意味ではこれも使いやすいかなと思うんですが、ちょっとカジュアルな方向に触れた着こなしだと意外と使いづらいかなというのが僕の中での印象ですね。物自体はいいんですけどね。このレザースニーカー、このブラックレザースニーカーが一番映えるですね、着こなしも後ほどご紹介するので、そこを楽しみにしていただければなと思っています。はい、続いてのスタイリングなんですが、これはですね、ちょっと大人綺麗めみたいなスタイリングになってまして、30代後半から40代以降の男性にハマりやすいような、ちょっとイタリア感のあるようなスタイリングですね。よく星葉さんがしそうな感じをですね、僕はイメージしたわけなんですが、ネイビーのジャケットに対して内側は丸首のですね、まあ半袖ニットを合わせてるんですね。まあライトグレーのものなんですが、こういったものにボトムスはデニムですね。細身のちょっとこう色落ちしたグレーデニム、結構星葉さんこういった感じのものを履いてることが多いんですが、こういったものを合わせたんですが、このようなスタイリングに対してどのような靴が一番ハマりがいいのかというと、ここでようやくですね、ブラックレザースニーカー、これが相性いいなと思ったんですね。まあどういった形で活かしてあげるのがいいかなと思ったんですが、このブラックレザースニーカーっていうのはやはりスニーカーの中でも少し綺麗めなので、ボトムスでもですね、こういったデニム系、カジュアルなものですよね。こういったものと合わせてあげると、やっぱりハマりがいいんじゃないのかなと思いますね。中でもこういったグレー系の色落ちデニムというのはモノトーンなので、この靴との相性っていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。これだったらちょっと小綺麗なレストランに食事に行くときなんかもすごく相性がいいかなと思いますし、ブラックレザースニーカーが持つ綺麗さとか良さをですね、存分に発揮できるのはこのようなスタイリングかなと思いますね。今回グレーのデニムを履いてますが、まあ色落ちした定番的なブルーデニムなんかにも相性がいいので、まあこういったブラックレザースニーカーはデニム系に一番相性がいいというところは皆さんも覚えておいていただければなと思います。あとはもちろんですね、ザ・無難というところで、ホワイトレザースニーカー。これもね、ハマりはいいです。もう間違いはないです。より清潔感を出したいなとか、華やかさを出したいな、カジュアルさを出したいなっていう時には、白レザースニーカーがいいかもしれないですね。まあ、ブラックレザースニーカーの良さは、汚れにくいところとか、ドレッシーなところがあるというところなんですが、この白は清潔感があって、まあ、先ほどのスタイリングに比べると同じなんだけども、足元が白になるだけで、かなり軽快な印象になるかなと思いますね。これはこれでもう間違いのない選択肢です。一方でちょっと難しくなってくるのが、やはりこのポッテリ系のスニーカーですね。まあボリューム感があるものとデニムっていう合わせは意外と難しいなと思ってまして、このようなニューバランスですね。まあ先ほどもお伝えしましたが、今履いてるデニムが裾幅が結構細めなので、そこに対してこういったニューバランスのスニーカーっていうのは、まあ合わなくはないけど、ちょっとこう文脈的なところで言うと相性がそこまで良くないかなと思うんですね。まあ決して NG ではないですが、まあもしですね、デニム系を合わせるんだったら、ブラックの本当に細身のデニムで極端にシャープにして、で足元はニューバランスとか、あとはナイキのエアマックス97っていうのは僕はいいと思うんですよ。ちょっとモード感のあるようなスニーカーコーデというところで。ただちょっとこういったある意味でアメカジ感があったりだとか、まあ今回のスタイルはちょっとイタリアっぽい感じなので、そこにこういったハイテクスニーカーっていうのは意外とミスマッチになりやすいかなと思っているので、ちょっと難しいかもしれないですね。まあ決して NG というわけではないですが、ちょっとちぐはぐ感があるかなと思うので、個人的にはブラックレザースニーカー1位、2位がホワイトレザースニーカーで、まあ3位、4位はちょっと同率でこのあたりのニューバランスとナイキなのかなと思うので、まあこういったスタイリングのスニーカー合わせの参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラストの着こなしなんですが、今度は思い切ってスポーティな方向に振ってみました。僕の動画の中ではおなじみのアークテリクスのですね、フーディですね。これをメインとした着こなしで、内側はちょっと明るめの白系の T シャツを着て、まあボトムスなんですが、僕はですね、基本的にはブラックのイージーパンツを履くことが多いんですね。もしくは定番的なところで言うと、ちょっとこういったカジュアルなアウターにブラックのスキニーっていうスタイルも、まあ今日的というわけではないんですが、相性はめちゃくちゃ良かったりするので、そういったスタイリングもいいかなと思うんですが、こういったモノトーンのスポーティーな着こなしに対して、どのスニーカーが合うのかなんですが、ぜひ皆さんも予想していただきたいなと思うんですが、これはですね、まあまずはちょっと初級編というところで、まあ定番的なところで言うと、もうこれ、
何度も何度もお伝えしますが、もしロレザースニーカーは合わないことはないですよ。これ履いときゃ間違いなくて、まあ失敗しそうだなっていう時にはこれを履いていただければ完成します。うん、いいですね。白がちょっとリンクするので、このようなスタイリングは一番爽やかさがあって、個人的には、まあ無難ではあるんだけども、意外と他人から見た時の収まりはこれが一番いいかもしれないですね。ただ、おしゃれが好きな方からすると、ちょっと物足りなさを感じるんですね。まあ、僕自身もこのスタイリングに対して白レザースニーカーを合わせるかというと、ちょっとアクセントを足したいなと思っちゃうんですよね。まあこの着こなし全体としてはカジュアルなんですが、まず色数を絞ってるというところで、そこまでカジュアルすぎないというところ。あとはちょっと綺麗めなこういったブラックのイージースラックス履いてるので、一定の小綺麗さを保ちながらっていうところはすごく重要かなと思うんですが、ここさえですね、整っていれば、ちょっとカジュアルなこういったニューバランス、ナイキみたいなものも相性がいいんですね。じゃあどっちから行ってみましょうか。ナイキのエアマックス97を合わせてみたいなと思うんですが、これはですね、もうもちろん相性はいいです。ちょっとこうシャープで先進的なイメージにしたければ、ナイキのこのエアマックスシリーズが相性いいと思いますね。このスタイリングも僕はやりたいなと思いますし、リアルな感じかなと思いますね。まあ全身が本当にブラックとホワイトの2色で揃うので、まあ非常にこう相性はいいんじゃないかなと思いますね。これはこれで間違いないと。ただ、個人的にはアークテリクスとニューバランスっていう合わせは鉄板だと思ってるんですね。この二つはもう相性すごくいいと思ってまして、まあブラックで足元を押さえてしまうのも、それはそれで足長効果あっていいんですが、ちょっとこう、ライトグレーというかミディアムグレーぐらいのニューバランスを入れてあげることで、着こなしが単調にもならないし、このアークテリクスが持つイメージとニューバランスのね、イメージって僕の中ではちょっと共通する点があったりして、なんかすごく収まりがいいかなと思うんですね。これがもうベスト。これが個人的には一番しっくりくるスタイリングなんですね。まあアークテリクスとニューバランスのコーディネートするときには、ボトムスとかをこういった綺麗めに振ってあげれば、意外と収まりがいいかなと思うので、ぜひですね、スポーティーな着こなしの中にもこういったスニーカーを合わせていただければなと思っています。まあちなみにブラックレザースニーカーもこの着こなしの中ではちょっと浮くかなと思うので、まあこれを合わせるのであれば、先ほどのセットアップとか綺麗めの中に入れてあげるというのがいいかなと思うので、そんな形でぜひ皆さん今回の動画参考にしていただければと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のスニーカーコーデ完全解説というテーマで動画をお届けさせていただきました。まあ、この4パターンの特徴を抑えてどのような着こなしに合うのかというところ、ここをしっかり理解すれば結構ですね、今後の靴選びって楽になるかなと思っています。僕たちファッションが好きな人間にとっては割と感覚でこういったものを選びがちなんですが、今回のようにですね、ちゃんと考えれば理屈があるんですね。そこさえ理解してしまうと結構楽になるので、ぜひ明日から試していただければなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、今回の動画のコメント欄にどういった靴のコーディネートを意識しているのか、このあたりも含めていろいろとお伝えいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思っています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思っています。またもう一つだけお知らせさせてください。先日からですね、僕はオンラインサロンというものをスタートしました。そちらの方ではですね、1日数回に分けて、スタイリストのおすすめのアイテムですとか、コーディネートに関して、どんどん情報を出してますので、時間がなくてなかなか動画を長く見れないという方は、こちらもぜひ、下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。